J の同解放軍、実は今台風19号が去った後ですね、去った後の河川敷で収録してます。災害というと今のデジタルガジェット時代、一番恐れるのが停電なのかなと思いますね。停電で自分のガジェットが使えなくなってしまうこと、それが一番恐れることなのかなと思いますね。例えばスマホ、基地局とか携帯電話のネットワークバックアップがしっかりしてるから最近はあんまり落ちることないですね。その中で一番不安定なところだというと自分の持ってるデバイス、それの電池切れなんですよね。災害の時ほどよく使う、そうすると電池切れ起こす、ありますよ。まあその時にモバイルバッテリー持っとけばいいだろう。その通りです。その時にいいもの、今回大メーカー様から提供を受けましたパワフルバンクポータブルバッテリー、これ災害時に嬉しいんですよね。容量ですね、1万ミリアンペアアワーありますね。2日3日ぐらいでしたら持ちますね。なんかこんな感じですね。パッケージシンプルでいいですね。付属品は充電ケーブルとあとポーチですね。ポーチいいですね。大メーカーのロゴ入りです。デザインプラスチックの脂肪入りですね。脂肪入りだから滑りにくいですね。少し大きめですね。操作、充電はマイクロ USB 側面ですね。そして電源スイッチ、そして 2.1A の出力が2つ、それとこれが災害時に役に立つんですよね。ライト、電源スイッチを長押しするとライトが点滅します。しかも点滅するから相手に注意喚起ができる、この目印代わりとしても使用できる。上向ければ助け求めるときいいですよね。そしてもう一度押すと消せる。まあ、最近モバイルバッテリー容量だけで選ぶ時代でもないんですよね。デザイン、使い勝手、そしてさらに災害時の時に何かプラスアルファの機能がついてる、いいじゃないですか。懐中電灯、もちろんこっちにもついてますよ。ビデオライトみたいなものついてます、モバイルライト。でもできるだけこっちの電池は使いたくないですよね。その時はこっちなんですよね。そして残量表示などはこのロゴの部分が残量表示になってますね。まあモバイルバッテリー選ぶ要素いろいろありますけど、本当に自分に合ったもの、いろいろなレビューを見て選んでみてください。スペックだけではわからないこと非常に多いです。今回は大メーカー様からの提供でした。